ああ FEC チューンド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 。キラキラ光るお空の星よ。きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。はい、ということで始まりました FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオでございます。本日が9月の7日金曜日、さあということですけれども、いつもはですね、僕と相方のタイガ2人で金ピラごぼうとしてね、このラジオやっているんですけれども、今日はタイガの方がですね、ちょっとお仕事の方が今長引いておりまして、ちょっと遅れるということですので、今向かっているということですので、それまで、僕1人で放送していきたいと思います。よろしくお願いします。さあもう今週もいろいろありましたよ皆さん。なんといってもですね、9月の2日日曜日にはですね、こちら FM ギノワンとの姉妹局 FM コザさんでの、前頭エーサーの会場でのね、公開生放送がございまして、なんとお昼の2時から夜のお昼の4時からですね、お昼の4時から、夜の9時まで5時間生放送をやってまいりました。パウパウはすごい声のパウパウだ、パフパフが声のやつだ、キャンさんの出せるのに、あの音でも声のパウパウが出ましたよ、ありがとうございます。キャンさんはですね、運転係として、僕なんかのサポートをしてくれましたけれども、この FEC チューンドからはきんぴらごぼうが MC として、そしてデコボコトラベリングが、レポーターとして、参上したんですけど、まあまあまあみんなで MC したみたいななんか感じでしたね結果。僕なんかもちょっとレポートの方だったりとか、なんかコーナーで外の方に行ったりもしましたので、みんなでこう MC 回しながら、外でちょっとコーナーやりながらみたいな感じで、そして FM コザで番組を持っていますカラーズのモデルタレントの前城美鈴さんも一緒にこの5人でね、力を合わせて5時間、ちょうどだから1時間ずつぐらいの配分ですよね5人で5時間なんで、いやーでもすっげー楽しかったですね。あの前頭エーサー自体が僕初めて行ったんですけれども、4時の時点、まあ4時から開始だったんですけど、僕なんかもあの3時ぐらいにちょっと早めに入りまして、で3時の時点で結構人いっぱいいるなと思ってたんですよ。で、あすごいな前頭エーサー盛り上がってんなと思ってたら、あのいやいやこんなもんじゃないですよってみんなに言われて、えこの時点で結構人いるのにこんなもんじゃないってどんなもんなのと思って、でまあ放送始まってちょくちょく増えてって、で7時とか6時ぐらいかなにもうぐわーっと急にやっぱあの日が落ち始めて増えてきたんですよ。でわーすごいすごい、さすが確かにこんなもんじゃなかったですね、あんなもんじゃなかったですねって言って、いやいやいやこれも序の口ですよって言われてえこれ以上増えるって思って、まあ本当に8時とかね9時あの花火の時間帯なんかもう人がうじゃ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 、もう夜暗いのに人がいるってもう全然わかるぐらいに、ああなるほど、こんだけやっぱりコザではあの僕まあ那覇の人間なので、南部の人間なのでなかなかその馴染みがなかったんですけど、あコザ沖縄市近辺中部近辺ではこんなに盛り上がってる祭りなんだっていうことを実感しましたけれどもね、青年会の皆さんも1日に、人踊りだけじゃではなく、演舞だけではなく7回とかなんか披露したみたいですね。そんな青年会の、方もゲストに、迎えましてなんかお話聞いたんですけれども、非常に体力的にはきついけど、もう持たせますというあの体力はないけど持たせますっていうような熱い、あさすがだなと、その時に人前でやる人、まあ、確かにそうだよなって体力ないとか言ってられないですからね、僕なんかもそれを聞いて、さらに鼓舞されて、頑張りましたけれども、
非常に楽しく日曜日終えましてですね、月から木はまあ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 、僕なんか普段まあバイトとかもしてるのでね、バイトとかもしながらなんですけれども、昨日ね、ちょうど昨日、僕なんかパレットくも字の屋上でビアガーデンの司会をきんぴらごぼうで、させていただきまして、パレットくも字の屋上でオリオンビアステーションというものをね、やらせてもらったんですけれども、そちらでも非常に盛り上がりまして、なんかこのお客さん参加型 の、 あのカラオケ大会なんかもあったんですね。で、まあ最初ねこうお客さんからあのカラオケ歌いたい人って言って、みんなあちょっとあの恥ずかしいですみたいな感じだったけど、上がったら上がったでやっぱみんな沖縄の人、なんていうんですかね、恥ずかしがりやシャイな割にあの本番に強いですね。あのステージに上がったら、いやめちゃめちゃめっちゃなんかこうパフォーマンスするやしみたいな結局ね、あーなんか沖縄らしいなって、なんていうのかな、それって本土もそんな感じなんですかね。いや多分沖縄限定だと思いますよ。限定ですよね。なんかみんなシャイじゃないですか。いやいやみたいな、いやいや僕なんかみたいな感じなくせに、上がったらもういややるしかないみたいな感じでスイッチ入れて、いやもう皆さんね結婚式余興とかの経験もありますからね。なるほどね、確かに沖縄ぐらいですよね、あんな大規模で結婚式余興やったりとかするのも、はい、なるほど、そういった要因もあるんですね。ね、多分舞台に強いんでしょうね。舞台に強いと思います。びっくりしました。ありがとうございます。そうですね。こちらですね、メールの方も募集しております。すいませんメールテーマはないんですけれども、メールの方もね、何でもいいですので、日頃あったことや、僕なんかに聞きたいこと何でも構いません。メールの方も募集しております。メールアドレスが797@fmgino1.com、797@fmgino1.com までです。よろしくお願いします。はい、ということでツイキャスの方も配信しております。ツイキャスも早速コメントきました。ひろきさんありがとうございます。本土は出たがり出しゃばりが多いです。あ、そうなんです。あ、でも確かになんかイメージあるかもしれないですね。なんか本土の人の方が声大きくないですか。あとこれテレビで、ね、どうやいやそれ大学生限定じゃないですか。大学生はもうどこもかしこもそんなイメージありますけどね。携帯で思って、おうおうおう、おい、ねえ、いや大学生に限ってはなんか僕なんか芸人やってるので必ずなんか面白いことやってって一発ギャグやってって必ず言ってきますからね。やらないですって言いますけど。じゃあ後で大河くんが来たら後ろ通りすがりのちょっと大学生やってる。いや奈々さんこんばんは、今週もメール送りますということです。ありがとうございます。ひろきさんからまたまた来ました。こんばんは、10個の L チキと1個のファミチキならどっち取りますか。いやそれはもちろんもうファミチキでございますよ、もう僕は。あーぷんぷん出た、ちゃんと音のやつだ。声じゃないやつ。パンパンパン。わあ声のやつも出た。どっちも捨てがたいな。声は声で味ありますからね。あそうなんですよ、僕またね、ファミリーマートさんの CM 撮影も、着々と進んでおりますけれども、あなた皆さんのお目にかかることがあると思いますのでよろしくお願いします。 ありがとうございます。歓声もすごい。今日10万人のギャラリーいますか。え、僕の目には一人も映ってないんですけどね。そうですか。あの、半透明なんでだから見えてないんですかね。なるほどね。あ、見える人には見えるやつだじゃん。よかった見えない人で。その奥にはなんかいそうですけどね。あ、まあ奥にはいっぱい明かりが灯ってて10万人以上いそうです。10万人以上いそうですけど。さあこれ何でしたっけ、 CM でしたっけ、この後って。そうですね、だいたい CM に行きますけどね。じゃあ一旦 CM 挟みましょうかね。いいですか。はい、CM です、どうぞ。はい、ありがとうございます。いやそうか、ツイキャスの間もあれなんですもんね、喋るタイムですもんね。こんばんは、コータスさん、コータくんありがとうございます。今日はですね、後からタイガー来ます。今タイガーが森光くん一人ということですけど、タイガーが今仕事をちょっと、前の仕事が遅れておりまして今向かっているということですので後から来ますよ、お願いします。さあ何の話しようかな。オープニング明けで、まあ、ツイキャスはね、コウタさん、
多忙だね大学くんってことですけど、俺が暇みたいやし、そうしたら俺が暇みたいやし、まあ、仕事というかね、ミーティングというか、はい、じゃあ CM 開きます、はい、秀信です。ラジオ名言います。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。はい、 FEC チューンド金曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオです。よろしくお願いします。今日もきんぴらごぼうでお送りしますけれども、相方のタイガーの方がですね、もう少しで到着するということです。前の仕事がちょっと長引いておりまして、今向かっているとのことです。それまで僕一人で、放送していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。シュプリームさんからもこんばんは、あれお一人ということですけれども、これはですね、今は一人でございますタイガー後から来ます。よろしくお願いします。皆さんあれ見ます？ YouTube とかって。僕何年前かな、ちょっと YouTube が流行り始めたぐらいの時に、やっぱこういう流行りものは見とかんといかんなと思いまして、ちょくちょく見てるんですけれども、いや今 YouTuber すごいなんかいろいろやってますよ、うん、水たまりボンドっていう、僕と多分そんなに年も変わらない、YouTuber がいるんですけれども、この人たちがですね、なんと YouTube 上でなんかこう自作のドラマ、ちゃんとその監督をその YouTuber の人がやって、でカメラマンさんとかはその外部の人にやってもらってるんですかね、編集とか、ちょっとよくわからないんですけど、そういったものでこの、元 SMAP の草薙さんだとか、ベッキーさんとか、木下ゆきなさんとか、いろんなこう芸能人の方ともコラボして、これ俺本当にすごいなと思って、そのだって YouTuber ってその何かしらのこのバックアップがあったわけではなく、本当にただ自分で動画撮ってみようからスタートして、そこから他の人をなんかキャスティングできるまでの、なんていうんですかね、この幅の広がり方まで今進化してるんだなっていうのが、自分のやりたいことをいっぱいなんかこうできてるのいいなって思うんですけど、他にもなんかこの無人島に行って、その無人島でこう生活をするみたいな企画とか、まあたくさんやってますけど、そういうのもこう当たり前のように、当たり前じゃないんですけどね、なんかこの土地を借りて、そこに高床式倉庫でしたっけ、昔のああいったものに似たものをこう実際に作ってみようみたいな企画とかやってたりして、めちゃめちゃ楽しそうなんですよ。まあまあすごい忙しそうなんですけど、めちゃめちゃ楽しそうだな、自由なことやれてていいなって。でそんなまあ有名、YouTuber さんいるんですけど、僕ぜひね男の人に見てもらいたいこう YouTuber がいまして、群馬17っていう YouTuber がいるんですけど、この人がねすごいんですよ。なんか工業系の、工作というよりかもう発明発明に近いのかな、うん、いうようなことを、やってる YouTuber さんなんですけど、まあ、群馬にお住まいの方らしくて、最近見たのが結構やっぱり自分でその作るので、もちろん失敗とかもあるんですけど、なんかこのサーフボードの下にエンジンをつけて、こう立ってそのまま川とか波のないところでもサーフィンができるようなサーフボードを作るみたいな、なんかそういう製品自体もなんかすごい販売されてるけど、すごい高価なものらしくて、うん、それを自分で作ってみようだとか、水上バイク、自転車にエンジンをつけてこう漕いでそのまま水の上を走れる機械作ろうとか、いろんなことやってて、ぜひぜひ男の人はこれ気になると思うので見てほしいんですけれど、でも沖縄の YouTuber で言えばやっぱりあれですよね、ハイサイ探偵団、うん、皆さん知ってますか、ハイサイ探偵団、まあ、釣りだったりとかを主にやっている YouTuber なんですけれど、ハイサイ探偵団はこの沖縄で、ラジオ局でねラジオもレギュラーで持ってたりするんですけれども、最近メンバーのたけしさんが
俺めっちゃ YouTube 見てるな、うん、メンバーのたけしさんがそのハイサイ探偵団を一旦お休みするんですかね、お休みして、うん、居酒屋たけしという居酒屋を出したということで、そちらの方にもたくさんねすごいですよ、リスナーさんからその YouTube のリスナーさんからプレゼントでもうお酒が本当にもうこんだけ愛されてるんだってわかる、何本ぐらいかな、100本以上は多分本当にあると思うぐらいの、いやもう本当にすごかったです、100本どころじゃないと思います、すごい量のお酒があって、で YouTube ってやっぱ見る人は知ってるけど見ない人はやっぱ全然知らないみたいな、ちょっとなんて言うんですか、年代によって全く違う捉えられ方をする部分だと思うんですけど、ああ来ました来ました、相方のタイガが今ですね、手を振りながら登場しましたけれども、早く入ってきてほしいですね、リスナーの方ですかね、はい、リスナーじゃないですよ、はい、ありがとうございます、ということで、ここまで一人で喋ってまいりましたけれども、今到着しましたタイガです、はい、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、誰かと話してんかった、いえ話してないよ、こっち座ってんかった、座ってない座ってない、キャンさんとは時々話してたけど、はい、はい、よろしくお願いします、いや今日やば、今日やばかったよ今日、そうですか、うん、はやばさが全然今伝わってこない、1週間分ぐらい働いたんじゃないかなぐらい今日動いてきたよ今日今さっき、そうなの、びっくりした、びっくりした、びっくりしたびっくりした、今日は一日朝起きて、はいはい、まあ、9時にレポーター、うん、ラジオカーのレポーターのお仕事をね、はいはい、やって、うん、お昼のやつ11時ぐらいのやつ終わって、うん、で2時から、うん、あのデコボコトラベリングの、あーなるほどね、コントで使う、はいはい、道具を、はい、の作るの手伝ってくださいと、はいはい、まあ可愛い後輩ですから、うん、なんかやり方を少し作って合間で、うん、で、僕5時からまたレポートがあるので、はいはい、4時半でまた現場に行って、はい、この現場がですね、うん、2週間ぶりなんですよ、2週間ぶり、2週間ぶりラジオカーをやるのかと、はい、だいたいこのラジオカーの営業先って、うん、まあ本当に1年間で同じ場所だいたい3回ぐらいが、はい、あっても3回ぐらいなんですよ、なるほどね、同じこの同じスポンサーさん、そうそう、はい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 、の営業あっても3回ぐらいなんですけど、うんうん、はいはい、まあこっちが大口のスポンサーさんなんか知らないけど、うん、俺の時だけめっちゃヒットするわけ、あ、そうなんだ、レポーターさんが毎日日替わりでいるんだけど、あ、はい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 、俺の時だけ、うん、ここのここの、スポンサーさんが、うん、だからもうタイミングなんだけど、はいはい、めっちゃ当たるわけ、うん、だから今日行ってからすごい変なしてから、ちょっと前もやったけやったんですけど今回もまあ同じ内容でよろしくお願いしますって言って、まあ、お知らせさせて、はいはい、はい、いただきまして、うん、でそれ終わって、うん、まあ、塚沼事務所でまた9月の24日にね、はい、テレコ演劇祭って舞台がありますね、お笑い米軍基地の舞台があるんですけど、うん、はい、まあ、その道具を、まあ、1時間ぐらいちょっと作ってからですね、はいはい、そしたらその後にですよ、はい、またこのいろんなキー曲、うん、大きいラジオの曲の、はいはい、ラジオカーレポーターさんとの懇親会がありました、はいはい、でこれがなんかジャルシティさんの中であって、はい、国際通りにあるじゃん、ジャルシティホテルってあるんですけども、あ、そうなんですね、あそこってあれ俺なんかは入れない、あ、すごい高級な、なんかわかんない、なんかイメージがあったんだけど、なんか普通のやっぱりいい感じのね、うん、ホテルなんですけども、はいはい、入りがたい、あそこのなんかこの、うん、一室を使って、一室この、はいはい、食事する、うんうん、なんだろうあれ、なんか園芸場みたいな、レストランのところ、レストラン入って、はいはいはい、うん、でなんかそしたら俺はもうレポーターさんとの懇親会で、はいはい、まあ、情報交換をするって聞かされてたので、うん、まあまあそれは行きますわな、自分もまたこっから、ね、はいはい、レベルアップ、スキルアップのためにもいろんな情報を仕入れようと思って、はいはい、行ったら、はい、このなんか知らんけどジャルシティの偉い人たちからなんかいろんなメディアの偉い人たち、はい、まあ30名ぐらいかな、って言って、うん、俺も腐るほど飯もらって食べて食べて、そしたら、うん、ごめん、飯ももらったんだけど、うん、名刺ももらって、あ、名刺、ね、ごめんね、今のはちょっと言葉のあやで、うん、もらって、はい、でその営業さんから大学君今日名刺持ってるって、うん、たまたま切らしてたっけ、今日でお願いしてた矢先だったんで、はいはいはい、持ってないですって言って、うん、じゃあ一緒に回るから大丈夫っつって、うん、もう一方的にもらって、
そしたら、このやっぱりお笑い芸人でレポーターしてるっていうのが、はいはい、なんかあんまりいないんですよね、県内あんまりいなくて、はいはいはい、で僕また一人でやってるさ、ね、あのもういつものくだりですよ、なんできんぴらごぼうなの、はいはいはい、あれあるですね、はいはい、きんぴらとごぼうどっち担当なの、はい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 、お笑い芸人かこの後楽しみにしてるよみたいな雰囲気が、はいはいはい、会場に蔓延してるわけですよあるな、まあまあ、別に嫌じゃないですよ、嫌じゃないし、やっぱり芸人としてね、そこはもう求め ざられない、はいはい、状況じゃないですか、うん、もうあの途中頭痛くなりまして3時間ぐらいいたんですけど途中頭痛くなって、うん、でもご飯が美味しくて、ね、ビュッフェ形式ででなんかこのでそのあのホテルジャルシティさんの、はい、そのレストランのランチ券をかけた、うん、なんかじゃんけんをやりましょう、この総支配人の人もいて、いいじゃん、じゃ総支配人の方が、うん、またこの関西の人でから、うん、あそうなんだ、挨拶した時に僕お笑いに厳しいよ、まあ、本当にみんな一応優しい人、はい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 、人だけあの、うん、あのやばいやつがいたんだけど気になるな、一人のやばいやつ一人だけあの、まあ、なんかいろいろもろもろ終わった後に、うん、お前芸人だろう、なんかあのなんかしこまりすぎだよみたいな感じで、あまあまあそれ良かれと思ってね、そうそう良かれと、うん、まあまあでもよく、はいはい、あのいろいろアドバイスいただいて、うん、じゃんけんしましょうって言って、はいはい、なんかまたこんな時に限って勝っちゃうんだよね、いや勝ったんだ、勝ってじゃんけんで勝ち残って、そしたらなんか総支配人が一回この、うん、あの個室から、はい、なんかあの複数連れ出してから外で寄ったわけよ、うん、まあ、なんか会議みたいなのして、うん、で30秒ぐらい経ったら、うん、バッて出てきて、あのランチ券が、うん、あのなんかあのジャルシティ の、はい、あの入会申し込み書に変わってて、入会なんか申し込み、うん、まあ、これ無料でできるやつ、これ 誰かもできるやつで、うん、これあの入会していただきますみたいな感じになって、はいはいはい、俺のランチ券が一回なくなりよったわけよ、俺のランチ券のくだりが一回なくなってあ、タイガー勝っちゃダメだったんだ、そうそう、なんか俺が勝っちゃいけない雰囲気だったみたいな、なるほどね、わかんないけどね、うん、わかんないけど、うん、まあその、あの芸人、そんなのあるんだ、若造のやつにみたいな、わかんないけどね、うん、わかんないけど、うん、まあ、どんな流れか全然わかんない、はいはいはい、でまたじゃんけんして買って、うん、こう別のレポーターさんがね、はい、当たって、まあ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 、で、俺もまあ結局おいしい役で、うん、俺のだけどねみたいな感じで、はいはいはい、まあ、終始なんかもう僕がずっといじられたってなんですけど、一応 いい感じで盛り上がってくれて、うんうん、で次にディナー券、はい、おう、そしてディナー券の時も買っちゃうわけです、だからなんでかなって思って、すご、一応でも欲しいさ、まあね、ディナー券とか行きたいしね、うん、欲しいさもあったんだろうけど、また勝ち残って、はい、うん、で最後決勝でどうにかまあまあまあ、まあ、よく負けてね、あ負けた負けて負けたんだ、まあまあまあ、うんうん、いたもんちゃんか、でもあのさっきのランチ券俺のだけどねみたいなんで、はいはいはい、そしたら最後に、宿泊券、おう、そしたらそのホテルの最上階2室あの4ん2室を1室にした、なんかこのスペシャルソースルームがあるって言って、うん、見させてもらったんですけど、うん、スイートルーム的なもんでしょ、スイートルーム的なので、うん、やっぱりこのすごいね、那覇の国際通りの、はい、あそこのあそこから見れる景色ってまあそうそうないじゃないですか、見るタイミングって、まあね、すごい景色も良くて、うん、で場所もなんかこう沖縄をねちゃんと申した、はいはい、とてもいいところで、うん、そこの、はい、宿泊券がおもらえます、じゃんけん、これもじゃんけんで勝っちゃって、びっくりした、勝ち残って、うってなって、そしたらなんかその一人厄介な人が、うじゃあこれをかけたじゃんけん大会みたいな感じで、う結局俺が支配人の代わりに改めて総仕切りで、じゃんけんしてで、最終的に勝った方が、あのさっき僕のランチ券をもらった人がもう一回勝ちよって勝ち残って、その人にプレゼントして、そうそうそう、じゃあお前もう行かない方が良かったんじゃん、ありがとうございます、でもそこのまあ、支配人の方はその関西の方で、はいはい、でも全然みんな本当に優しい、はいはい、あの一人のおじさんを除いてね、これジャルシティの方じゃないんですけど、はいはい、この別の方、うん、まあまあよくしてもらって、うん、そしたらあの料理長の人も来てて、はいはい、やっぱ料理がやっぱ全部うまいんですよ、うん、で一個一個このやっぱりいろんな料理を楽しめるように、はい、あこのあの少量ずつ、はい、まあ、このアラカルトで単品でいろんな食べ物を楽しめて、はいはい、全部美味しくて、で一個一個この料理説明をしてくれるわけです。でまた今回この会のために特別な料理を用意しましたって言って、はい、なんかあのエゾジカの、エゾジカ北海道の、うん、ローストみたいな、うわとかめっちゃうまそう。でチーズと塩辛を使ったピザみたいなのもあって、
しかもめっちゃ美味しくて、はあ、でその、あの料理長の方に気に入られました。おお、もううちなんちその方はうちなんちキャンさ んキャンさんってかなんだけど、うん、めっちゃ優しくてから、うん、今度君と一緒にエゾジカを見に行きたい。エゾジカ見に行こうって言ってまあだからきんぴらごぼうっていうのもあってね、なんか食材的な。はい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 、だからなんかもう俺はずっとあのあたふた、うん、あの宿泊しながらですけど、ちょっとどうにか、はい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 、まあ盛り上げて、ああ二次会もあるけどみたいな感じで言われて、あすいません、はい、もうちょっとこの後またお仕事があるんで、はいはいはい、忙しいにアピールをして帰って今日の一日の締めくくりをホームの、これなんでタイガーはダメだったんだろうね。だか、まあ、だから結局俺が行くよりもみたいなことな、俺が立ってもいいんだけど、うん、だから他の、はいはい、何他の人もいて、メディアの、そうそう、あの新聞社の方とか、なるほどね、そうそう、まあ、新聞社とラジオ局かな、うん、それぞれ来てて、はいはいはい、でまあその、うん、いろんなこのスポンサーのさん、はいはいはい、スポンサーさんはジャルシティさんだとかいて、うん、あって、まあ、他の方に泊まってもらった方がもっと良かったのかな、はいはい、この若造の悲しいな、若造のあれ、まあまあそれはまあ仕方ないさね、うんうん、仕方ないから、でもまあ芸人として美味しくなったねっていうところであったから、はいはいはい、ただその厄介な、うん、あのこの一人メディアの、うん、あのおじちゃんの、うん、おじちゃん、僕のおじちゃんって言って、僕父さんと同い年だったんで、はあ、同い年って言おうとしたけど、僕あのこの年老いたら、うん、あの傷つくっていうのがもう分かったから、人はそうそうそう、人は結構周りにいるんですよ、なんか、あ、そうなんだ、父ちゃんと同い年世代、だから、うんうん、お父ちゃんいくつなんですけどって言ったら、うん、あのみんなまあまあショック受けるみたいで、そうなんだ、結構だからそのまだ自分の年齢に気づいてないんだ、そうハッてなるらしいから俺はだからそんな別に相手をね、いや傷つけるような感じは言ってなかったんですけど、はいはいはい、同い年だからいいじゃん、より俺は親近感ありますみたいな取りたいんですけど、うん、まあ、まあまあな、うん、あの傷がつくみたいなのを学んだので、なるほどね、年を言わないようにしてるんですけど、はいはい、そのおっちゃんから、うん、芸人だろみたいな、なんかかしこまりすぎだよ、うん、みたいな、いるな、うん、もっと いかんと、うん、もう俺あの表情まで分かるもん、分かるこの人の悪くはないけど、うん、ずっともう俺がこの、 あの総支配人の人、はいはい、まだなんかこの即席で漫才みたいなのやろうかみたいな流れになって、うん、まあ、どうにかあのかいくぐりながら、はい、でうまい感じでちょっと逃げ足かしながらやったんだけど、はい、もうその最中もなんかこうちゃちゃを入れるわけですよ、ずっとでそれをまた後からこうまた呼び出されて、うん、俺はこうパスを出しただろうみたいな感じで言って、はい、すいませんすいませんすいませんじゃないよって言われてまああのまああのよくもうよくある、はいはい、よくあるやつ、ね、よくある人、うん、一くだり、これをまあお酒も入ってるから5、6回ループで聞かされるっていうまあお酒入ってたらな、まあ、あの楽しい場、ね、楽しい場でしたしね、うん、本当にまあまた一回り成長して今日ちょっと告知でいやでもね、はい、まあ、それもそうですけど、うん、先週の日曜日にありました、うん、あの前藤 A さんの特番、また姉妹局の FM 小座さんで、うん、はいはい、5時間、うん、一応まあオープニングで結構話したんですけど、ね、あ、そうなんですね、あ、じゃあいいですじゃあいいです、なんか誰か寮とかなんかが、うん、あ、これ言っていいのかな、なんかあの何打ち上げしようみたいな、あー、そうなんですか、お、わかんない、誰聞いた、あいつが自分で自己発信してるかわかんないけどみたいですよみたいなの言って、あ、めっちゃやりたい、やりたいです、ね、って言って打ち上げ、打ち上げ、うん、このやっぱ大変だったな、まあね、5時間も放送ですからね、うんうん、俺結構大丈夫だったわけ、はいはいはい、なんでかなって思ったら、うん、あれ糖分なんか飲み物やっぱ飲んだ方がいいんだって、あー、なるほどね、うん、俺なんかあの1回だけ、はい、あのパッて白くなるよったんですよ、うん、あの完全にもうあの振られた時に何も面白いことが言えませんよって頭で、うん、もう自分で自己完結して、うん、この次の言葉は、うん、あの全然面白くない、普通のことを言うぞってスイッチに切り替えて、はいはい、1回普通、本当に普通の何の面白くもないことをあるよな、うん、あるよな、1個い、うん、言ったのは覚えてるわけ、あ、それ以外はなんかどうにか、うん、なんか頭回ってたんだけど、疲れはしたけど、俺は単純に西日がきつかった、あ、西日な、あのあれ終わってからがもう楽になったんですよ、うん、西日で本当にクラクラするというか、うん、あ、これちょっとやばいなって、うん、こう温度的にね、確かに、うん、そうなんですよ、ちょうど隠れるものがない、
ちょうど当たるっていうスタジオのねブースの本当に、はい、反対側の方にこの 西日がねそのまま下がっていって、そうそう強く差し込んでね、そうでなんか俺の時に限ってなんかあのお偉いさんのゲストの時ちょっとあれさだから俺申し訳本当に申し訳ないなって思ったんだけど全部俺に対応もうあのだからそういうポジションだったんだよね。あ俺と森光がもっとあの打ち合わせしてじゃあ誰がこう聞くこの質問は聞こうみたいなもっと前もって決めとけばよかったんだけど、はい、めっちゃ緊張したなだから統一になって、うん、あのすごい全部ガラレとかそうだね内容もまた変わったからそっちも仕方ないんだけどね、うん、池城さん、うん、池城さんが入っててちょっと打ち合わせ事前打ち合わせしましょう、はい、1時間前打ち合わせしましょうでちょっとあの順番の方があのちょっと変わりますみたいなこと言ったら、うん、あの山内さんがあのちょっとじゃないガラリと変わるからって言われてもうあの 1個ずつもうチェックあの逐一チェックしていってまああの一通り聞いて分かったのがとりあえずもう本番の流れに身を任そうと思ってじゃあもうね、まあ、そうなったし、ねうん、山内さんがあのそうそうその場その場で、タイミングよく言ってくれてねってそうそう、うん、あのフォローもしていただきましたのですごいやりやすかったしなんといってもやっぱりみすずちゃんがね、はい、いやーすごかったねみすずさんがさすがあの、うん、小堺のまとめ上手小堺のまとめ上手すごいですねやっぱりあの子だからその5時間の番組前にも、はい、あのイベントやってきてイベントの MC も務めてるから、ね、そうそうそうね本当にやっぱりしかも近くで見るとやっぱある程度可愛いねごめんね、みすず聞いたごめんある程度じゃないね可愛いね可愛かった部分を押したらなんかそれ誇張しちゃってるからある程度可愛いねよいやうんいいです、またその浴衣美人のねはいはいはいもあったしもうあでも一通り話したんでしょまあまあ、そんな詳しくは話してないですけどねありましたよという報告はしましたけど、はい、メールもありましたらよろしくお願いいたします、はい、なんか曲とかあります？曲はねいやナイス大丈夫ですかこっちのライブラリーにあるやつが、流せれればいいかなと思ってますが一回じゃあ CM 行きましょうかはい CM ですどうぞ一応漫才もやりますか漫才もやるか一応、うん、パッと書いたからあれだけどパッと書いてすいませんじゃあ打ち上げ花火用意しますね打ち上げ花火いいっすねしっかり聞いたことないなそのそれそう言われると自分結構好きなんで用意してありますよ一応ダオコでしたダオコ米津玄師とダオコあの歌いいですよねあの歌いいっすね、まあ、ダオコその前からちょっと気になってたんで声がね、いいですよね、うん、どっちも米津玄師原始米津さんは俺は何者なのかまだ掴めてないんですけどもともとあれですよあのボーカロイド B ですあーボーカロイド B P P あれ流れ星流れてるなあいた頭に当たっちゃったキンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ FM ギドワン FEC チューンド金曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ生放送でお届けしております。はい、オープニングのねいつも漫才をやってるんですけども、うん、今日ちょっと僕があの少し遅れて入ったということで、うん、今よろしければ今でやりましょうかやりましょうか。はい、じゃあ少しはい、じゃあ行きます。はい、どうも森光です。タイガーです。タレは素敵金ピラゴボウです。よろしくお願いします。えタイガー、何ですか？あの雨の日に捨てられてる猫拾いたいわけ、うん、あーそんなことしたいタイプだもんな。だからよ、うんうん、あのタイガー雨の日に捨てられる猫やってもらっていい？あ、俺が猫やるのね、うん、あ、分かった分かった、お願いします、うん、うわー、ちくしょう、急に雨降ってきやがった。ミャオー、え、猫、おい、どうしたんだお前こんな雨の日に。そうか、捨てられたのか。俺、お前みたいな猫を見てると放っておけねえんだよな。でも、お前が俺に拾われたいかどうかもわかんねえしな。ああ、そうだ、これ、俺の電話番号だから、もし困った時に連絡してもらってもいいかな。できるか、できるか、猫だよ、こっちや。そうだね、プルプルプルってできないだろや。そうだな、拾え、拾え、もう一回やってもらって、うん、うわ、ちくしょう、急に雨降ってきやがった。ミャオ、猫、あ、そうか、捨てられたのか。まだ子猫じゃねえか。俺こういうの放っておけねえんだよな。ちょっと待ってて、プルルプルル、あ、
もしもし保健所ですか。待てよ、電話すんな、待て待て、ヤーが猫拾ってから解体みたいな話、そのブラックジョークすぎるだろ。いや、ちょっともう一回やってもらって、ちゃんとやってやって。うわ、ちくしょう、急に雨降ってきやがった。このちゃんとやれよ。あ、猫じゃなくてタイガやん。いや俺じゃないわや。あ、雨の日に捨てられてるタイガ、なんだいつも通りやし。いつも通りじゃないだろや、俺温かい家族で育ってるわ。なんだばそれ、捨てられたみたいな家族で。捨てられて俺ミャーンって泣かないだろや。自分で育児所行くだろそんなの。そうなの、全然猫拾わんやしお前。うん、俺思ったんだけど、うん、猫拾うのより猫が捨てられてない環境の方がいいなと思う。 お前行政の営業でも狙ってるんかな。どうもありがとうございました。はい、ということでございましたけどもね、はい、あ、ジングルが鳴りそう、ジングルが鳴りそう、ジングルが鳴りそう、いい CM でここからがじゃあオープニングということで。いや、もうすでに30分、40分近く経ってですよ、もう曲聴いてもらいましょうか、じゃあ、はい、あの先ほど少し CM 中で話しましたけど、あ、なるほどね、はい、あの曲ありますか。もうだって9月に入りまして、はい、うん、もうこっからはだんだんと冬に向かってまっしぐらということですので、そうですね、まあまだ残暑暑さ残るところあると思いますけども、はい、お祭りもでもまだあるよね、手だこ祭りとかもね。あるんじゃない、今からですよね多分。どんなまだかな、あるんですかね。羽衣も中止になっちゃったんですよね。そうなんだ、残念ながら。いや、まあでもまだまだ、はい、夏のシーズンということですので、はい、そんな花火な曲を、うん、お届けしたいと思います。これ誰が歌ってるんでしたっけ。ダオコさん、ダオコ&アンドなんですね。ダオコ&米津玄師さんの、はい、の打ち曲です。打ち上げ花火お聴きください。こんな曲なんだね、うん、冒頭はあんまり聞いてない。冒頭がでも有名なのかな、うん、そうですね、確かに。あの日見たのね、アニメ映画の何のやつだったっけ。打ち上げ花火、横から見る か、サイドから見るか、そう、下から見るか、下から見るか、横から見るか、横から見るか、下から見るか、めっちゃ嫌だった。あれなんかイメージと違う、あれか、サビから今から、うん、サビがよく聞く、結構しっとりいい曲ですよ、ね、普通に。この映画があまり売れなかったのは意外でした、うん、でもなんかなあのそういった系列とか、うん、なんか売れそうな感じでしたもんね、ね、感じのね、多分だから前年度に君の名はあったか、大きいっすよ。確かにな、君の名はのせいじゃないけどね、うん、なんかあれもあれがすごい跳ね上がりすぎたみたいなのもあると思う、ね、比べられてるところが、はいはい、どうしても、ね、系統としてはやっぱり同じになっちゃいますもんね、この恋愛系の、うん、はいはいはい、でももともとこの打ち上げ花火は実写のやつをリメイクしたって言った。はぁ、あはあ、実写なんか聞いた、そういう風に聞いた覚えがあるんで。最近のアニメ映画で言えば、誰でしたっけ、あのサマーウォーズとかの、新海じゃなくて、何でしたっけ、有名な人よね、はい、監督の名前が出てこないな。新海誠さんは誰が、あの君の名は、君の名はなんだ、誰でしたっけ、綾小路、違うわ、君はあるじゃないの。ないかな、今キャンさんが調べてくれてますけども、あの俺映画見たんだけどな、最近のやつ。映画の名前すら思い出せないな。監督さん？うん。細田守さん。ああ。そうそうそう。狼なん。狼子供。狼男となんとか、ね。子供ね。化け物の子とかね。はいはい。ああ未来の未来。あ、そう未来の未来。いいっていうよね。見ましたけど僕は。見たんだ。あれで見まして先行上映、で見まして。へえ。そうそうそう。どんな感じ？だいぶ前に見たんだけど。うん、おー、あ、でもな、こういうのネタバレになっちゃうからな。あ、そうだな、花さんこうじゃ、あ、見てないということです。話したいけどね、うん、実際見てもらいたいもんな。そうそうそう、なんか一回このピークじゃないけど、ほとぼり冷めて落ち着いてからね、なんか話したいもんね。でもこれって、そっか、大変だな、そしたらな。そうですよ、話したいもんな、うん、ひろきさんが、うちの親会社がめっちゃこの未来の未来っていう映画推してます。はい、まあでも僕は細田守監督さんの作品の中では、うん、そんなに好きな部類ではなかったかもしれないかな。
あれサマーウォーズもそうですね。あ、そうですね。あの花札のやつ、うん、っていうかあれなのかな、俺のあれ見方がもう変わってるのかもしれない、ね、うん、もう年齢も違うし、年齢が違くなって価値観が違うからもうそれはあるかもな、うん、っていうかサマーウォーズはでもすごいですよね。サマーウォーズはめっちゃ面白かったですね。今見ても面白いですね。あの時代を先取りしてるというか、あー、あー確かに確かに、ネット上のウェブのね、うん、アバターが、はい、結局もう実世界でも必要な時代ってことですもんね、はいはいはい、あれなんかあの全部の楽しませポイントみたいの入れてますもんね。はめられたなって感じしますね、あの作り手に。ちょっとしたこのキュンキュン恋愛要素も入ってるし、家族のなんかそのつながりとか家族愛もね、家族愛も入ってるし、バトルも入ってるし、友情も入ってるしみたいな、全部入ってる。やば、世界の目を、世界の目を握ってるけど、うん、それがちっちゃい家族の中で本当は行われてたことみたいな、なんかいろいろとすげえ、なんていうんですかね、上手だなって思いますね。あれだ、アニメの宝石箱だな。キミマロみたいなやつ。誰も言ってないであろう。アニメの宝石箱ですね。アニメの宝石箱だ。すごいね。あ、そうなんですか、ヒロキさんが君の名はもの制作にも関わった的な感じでした。この会社がかな。すごっ。でもやっぱり今世で流行ってる映画って見ないとダメだね。そうだね、一応は見てた方がいろんな人がね楽しんでるっていうか、なんか配局が終わりました。ジングル行きます。はい、合ってるのかな、元に戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの、キンピラごぼうのキンキンピラピラ、お日様ラジオ。FM ギノワン、FEC チューンド、金曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラ、お日様ラジオ、生放送でお届けしております。はい、メッセージ、メール来てるかな、メール来てますかね。メールちょっと開いてみましょうか。うん、はい、メールね、今日ですね、うん、何ですか、ちょうど、はいはい、あのタイガが来る前に一人で喋ってた時に、うん、あのちょうどね、うん、僕が、はい、あの困った時に、はい、初めてね、初メッセージ、このツイキャスのメッセージ、はいはい、ひろきさんからピコンってきて、うん、もうめっちゃひろきさん頼もしかったね。もう俺の人生最大でひろきさんが頼もしかった。いやいや、そんなことないだろ。1年近く共にしたから、それの中でいっぱいしたけど、いや、なんかさすがだなと思った。俺がもう、あ、こっから次ちょうど話題とかもね、ちょうど話題が終わって、はい、移り変わるなって時にピコンってきよったから、いや、もういや、でもそんなひろきさんも、うん、あの画面向こう側でチンチン丸出しでビール飲みながら最悪だな。聞いてることでしょうね、多分。はい、メール来てますので紹介しましょう。はい、ナータンさんから、うん、こんばんは、パッパラパッパラパッピーなナータンです。おう、ちゃんとカッコしてお笑い愛するナータンです。はい、まあちょっとなんかハッピーなんですよね、今日はハッピーな気分なのかな、うん。前頭 A さんお疲れ様でした。ありがとうございます。時々聞いてました。お、まあ5時間だからね、うん。話は変わりますが、 YouTube で、ボンボン TV やフィッシャーズファミリー系 YouTuber の、カンアキチャンネルという YouTuber さんいるんですよ。ほう、番外編とか面白いですよ、おすすめです。なるほどね、本編見てないからな。うん、番外、まあ、でも番外編とかも面白いんだろうな。うん、カンアキチャンネルは分かんないな、見たことない。いや、ボンボン TV とか分かるけど。おかと、うん、この一番下の弟と5歳下の妹がもう家帰ったらね、うん、これもうめっちゃ YouTube 見るんですよ。おびっくりして。YouTube ね。えげつないんですよ。怖い怖い怖い。怖い怖い。怖い怖い、あれどういうこと、どういうこと、あれこれ、あれ大学生だ。今キャンさんが。どういうことこれ、あ、どういうことどういうこと、キャンさんが。いやいや、怖い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 。これたまに中継によく映るやつじゃないですか。あのめっちゃカメラに映りくるやつみたいな。あれ何も言わない。待って、何かは教えて。なんか、まあ、なんかあったんだろうな。分かった今。俺なんかどうにかさせてみましょう。前半もあの聞いてたから YouTube をチェックしてください。あ、なるほど YouTube。 あ、なるほど。何の話でしたっけ。もう分かんない、だって俺前半なかったから。いや、この話したけど、なんか、はい、どうもフォローできない。覚えてない。そう、 YouTube、うん、このだからファミリー系 YouTube めっちゃ見るわけよ、はいはい、なんかそなちゃんって女の子と、うん、なんかこのアーティストとかの音楽活動やってるお父さんとお母さん、お母さんはまあ普通の専業主婦の方がやってるこのチャンネルとか、はいはい、めっちゃ見るわけ。でもやっぱりなんだろうな、うん、
ほっこりするよ。あ、そうなんだ。一緒の家族みたいな感じだし、家族的みたいな感じで見れる。はいはいはい。見てる人も。俺さ、あの前半でも話したんだけど、うん、結構俺も YouTube あの見るわけよ、うんうん、で、あの群馬17っていうあの YouTuber がいて、これなんか入ったらダメな場所みたいな確かにな、群馬17と呼ばれてるなんか、まあ、そういうエリアがあるみたいなあ、群馬一奈さんっていう方がいるのかね。群馬一奈さんっていう人がいて、この人がなんか、うん、あのいろんな工業系 の、はい、あの発明に近いぐらいの、いろいろなんか自分でなんか機械買って電子版みたいなの組んでみたいな。そうそうそう、電子版というかなんかなんていうのかな、自転車にエンジンつけて水上で走るようにしてみるみたいなのとか、はいはいはい、いろんなの作ってるから、うん、これちょっと面白いから見てみて。いいね、うん、群馬一だな。群馬一覚えた覚えた。なんとかチャンネルとかより覚えやすいんじゃない？そうそうそう。群馬一だな。いやこれ俺 YouTuber の発明なんかやってる人の中で一番面白いかな。群を抜いてやっぱこう技術的な知識もあるんでしょうね。そうそうそう、うん、あでもアメリカとかにかなわない。アメリカのやつはな。まあそれは確かに。でも、うん、あのなんていうんですか、まあ、日本人ならではのがまたちょっと職人芸じゃないけど、そうそう、ちょっとあの混んだ、はいはいはい、細部まで混んでるから確かに確かに。アメリカのやつはなまた派手でね。アメリカは桁違いですもんね、うん、自分見た中で一番衝撃だったんです、うん、会社にロケットエンジン積んで、はい、時速300キロやっぱ時速300キロの自転車はもうもはや自転車じゃないからね。もう法的に日本はダメだね音よどこでやるんだって。やばいな、うん。俺はあれとかちょっと面白いけどな、なんかこのアメリカのあのこの海とかで泳いだ後にこう外付けのシャワーでシャーってやってる中でこうめっちゃシャンプーやる、もうあの典型的なやつだけど、古典的なね、めっちゃ面白いな、うん、なんかなとかなんか CS のなんだろう、ディスカバリーチャンネルでやってるなんかこのディスカバリーチャンネル、ディスカバリーチャンネルだったかな、 YouTube の話してるのもう何でもありやし特定の人しか見えないんですけど、はい、あれのなんか外人がやってるなんかこの危険なことをやってみるみたいな、アニメのあのこの事象は実際現実世界でできるのかみたいなとかのをなんかもう本当にそういうラボがあってか道具とかがめっちゃ揃って夢のような部屋があって、でそれでもう実際この試作機組んでやってみて、でこれをじゃあの等倍の大きさにして実際の大きさでやってみるとか、ぜあの全然なんかあの採石場みたいなところに行って、ダイナマイトドーンみたいなとか、面白いな、あんなのとかやっぱり最高だよ。なんかあいいな、僕なんかやっぱりできないさ、できないできない、やりたいと思ってもやっぱそれなりの財力だったりとか、うん、必要なね、はいはいはい、道具手に入らないものを、うん、とかを実際こう使ってやってくれるのは確かにな、面白い。あと寿司ラーメンリクね、あびっくりした、俺のスイカのやつがあるんだけど、はいはい、寿司ラーメンリクさん、うん、見てみて。だからこの寿司ラーメンリクの、うん、もっとマニアック上ってことでしょ、マニアック版みたいな感じかな、はい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 、なるほど、この群馬一覧覚えたよもう忘れもしないあーそっか、奈々さんからもツイッターでカン&アキズチャンネル、略してカンアキチャンネル、あこのファミリー系 YouTuber 先ほどが、はい、紹介してもらったやつ。そっかいいね。なんかやっぱり YouTuber とかだとこう新商品が出てそれを紹介してみたみたいな、うんうん、確かにもうまあいろんな紹介系の YouTuber の方でなんかそのお菓子だったりとか、はいはいはい、あのチョコエッグ、うん、全部揃うまで、はいはいはい、買ってみたみたいな。で今ね、うん、あの仮面ライダーがさ、うん、あのあ新しくなってジオーでしたっけ、ジオー、あれになって、うん、なんかこの YouTube で、はい、その、東映ですね、特撮 の、はい、特撮 のあの専用オフィシャルのチャンネルがありまして、はい、そちらの方で、うん、あの平成ライダーの1話、うん、2話が全て無料で見れるんですよ、全シリーズね、そうなんですよ、これがね激アツで、いや激アツですよ。俺あの仮面ライダーからも離れてって、うん、あんまり見てなかったんだけど、うん、あのビルドとか、面白いな。いやそうですよ、ビルド、ビルドびっくりしたよ、うん、面白かった。勝利の方程式は決まったですよ。そうそうそう、うん、あの俺もがっつり見てないですけど、ダサいけどね、ちょっとなんかやっぱり、うん、あ決めはね、あそれはだってもう大人になったからちょっとなんか恥ずかしさみたいになるけど、いやなんかあの仮面ライダーによってなんかテイストが違うと、はい、なんかちょっと音ボケ系の変身というか、はい、
あのがっつりカッコつける系、僕はどっちかというとがっつりカッコつける系が好きなので、はい、ちょっとなんかこの音ボケ系はあまり好みではないんですけど、はい、でビルド音がっつり系でどっちかっていうとビルドってあれでしょ、あのシャカシャカやるやつでしょ、そうそうそう、フルボトルのやつ、いやちょっと音ボケ系、音ボケ系なの、なんか可愛い系さ、あなんていうの、主人公がちょっと可愛い系というか、そういうことね、はいはいはい、そうそうそう、なるほどね、カッコつけ系が俺はなんかやっぱ あ、はいはい、あかっこいいってなるタイプだから、ね、ファイズとか、そうファイズとかが一番好きなんですよね。平成一期はどちらかというとやっぱりちょっとクールに感じて、やっぱちょっと奥様向けのやっぱり時代だったのかな。二期はどっちかというとやっぱりそのもう少し子供に目線を落とした、ただそのビルドとかその前作のエグゼイドとかストーリーは結構やっぱりがっつりしてるから、この元氏とかあの松田オイルとかあのすごい仮面ライダー俺より好きでめっちゃ見てるんだけど、に言わせればエグゼイドはすごい。エグゼイドってあの10年の時のやつ、いや あの本当に前作のやつ、あーゲームのやつだ、ゲームのやつ、エグゼイドも面白かった、マツダルカちゃんが出てるやつ、エグゼイドも面白かった、エグゼイドが本当にストーリーがすごいゲームのやつ、ね、ゲームのやつ、あれはあの10周年の時のやつは何だったっけ、うん、ディケイド、ディケイドか、ディケイドもこれ はあの半年でやったんですよ、ディケイドは。あそうなんだ、だいたい仮面ライダーこの1作品1年かけてやるんですけども、はいはいはい、うん、ディケイドだけ半年でやって、うん、この今まで通常このなんだろうヒーロー、はいはい、特撮ヒーローと仮面ライダーが同時期に終わってたのが、うん、こうディケイドのズレによってこの仮面ライダーとスーパーヒーローが分かれちゃったんだ、分かれちゃって、でもこの何同じ一作の仮面ライダーで2つのこの特撮、はいはい、スーパーヒーローと被るから、うん、なんか映画とかすごい幅が広がったみたいな、なるほどね、そう関わりが、あじゃあそれ戦略だったのかもなみたいな感じだと思う、ああとクリスマス商戦もですか、あそうクリスマスもかな、あなるほどね、なんかそうタイミング合わせるため、ディケードも面白かったな、うん、ディケードはいいね、あれやっぱカードっていうのがちょっと熱いんだよな、うん、あれも龍騎もいいさ、俺龍騎も好きだった、龍騎、ああはい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 、ファイナル弁当のやつ、ああなるほどね、そうそう、あの最終回の前で主人公が死ぬっていう、うん、いやでもなんかあれさあるあるもう、うん、あの子供向けじゃなすぎるよな、だからあそこは見てたけど、うん、どっちかというと、うん、もう本当にあの、うん、大人向けというか、なんか悲しかったもん、うん、あの鏡の中にさ、うん、なんかあの閉じ込められて、うん、あの遊び半分で、うん、このライダーのこの戦争に、うん、あの参加してしまって、なんか、うん、わかるみたいなキャラクターいたのわかる、はいはい、早めに死んじゃうみたいな、ね、そう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 、あの彼女と待ち合わせしてて、うん、その鏡の中の世界に そいつはいるけど、うん、もう二度と会えないで死ぬみたいな、うわもうあんなのは重いっす、ダメよ重いっす、ね、あんなのは子供の心に残るそういう狙いもあるのかもね、狙いもある、うん、あ龍騎で初めてあんくらいいろんなライダーが出たから、はい、あ確かに、まあ、今の AKB じゃないけどなんかこの推しのねなんか僕はこれが好きだったみたいなとかやっぱりちょっといろんな話ができるから、なるほどな、そこの幅もね良かったんだと思いますけど、はい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 、もうこんなの話したらもうあっという間にねエンディングになっちゃいました、ね、ツイキャスもいろいろありがとうございます、シプリムさんから今更だな、今更だけど前頭 A さんの放送お疲れ様でした、ありがとうございますもうありがとうございますしか言えないですけど、本当に今更、まあ、じゃあシプリムさんもね、うん、コメントちゃんと間で、ね、間で挟んでいただいて、すいませんもうパタパタしすぎてコメントちょっとね全然でもあの本当に言ってもシュプリームさんぐらいしか本当にコメントしてなかった、ね、いやでも見てくれてるっていうなんかこの俺なんかのやっぱ安心感、うんはいはい、これやり心地違うもんね、なんか反応あるのとないのとあるからがこそ、まあ、ちょっと嫁はしなかったけど、はいはい、やっぱ来てるんだ、聞いてる人がいるんだったらちゃんと頑張る、うん、まあ、聞いてる人いなくても頑張ろうってなるけど、より一層ね、はいはい、意識で、いやありがとう、そうキャンさんはずっとキャンさんは、うん悲しくなるけどキャンさんは、うん、じゃあ僕たちの送迎班で、うん、ずっと FM 講座の本局でずっと待機してくれてたので本当申し訳ないですけど僕たちのステージのブースの真裏で花火が上がってたじゃないですか、うん、僕たちもまあ音だけは聞けたんですけど、うん、惜しくもちょっと花火をね見れなかったんですけど、うん、キャンさんもしかしたら音すら聞こえた、そうだなあ音は聞こえたか、よかった、俺たちと同じでしたその後も最後までねこう送迎もしていただきたい、そう迎えに来てくれて、あの後結局何時ぐらい帰ったんですか、あでもあの後すぐ直行して、はい、全部撤収して、1時間ぐらいで帰りました、ね、あーよかった、終わった後周りね、うん、公園周りはすごい混み合ってましたからね、はいはい、ちょうど出ましてたじゃないですか、はい、おぼす時に、はい、あの時もすでに撤収の荷物はもう全部まとめられてたんですよ、ああなるほど、スタッフさんみんなスタッフさんがすごいみんななんかさ、まあ、初めて会う方もいたんですけど、はいはい、みんな優しくて優しかったな、やりやすかったな、うん、
音響の音響の方お名前何でしたっけ、聞いたんだっけ、関さん、そうそう、あのクーター進化の時だっけ、あミキサーをやられてる関さん、ね、もうなんかよろしくな、すごいなんか頼もしいお兄さんみたいな、あんちゃんみたいな、本当ですか、いや励ましてももらいましたし、ね、もらってありがたい、もうこうなるとやっぱり打ち上げしたいですね、そうですね、山内さんのポケットマネーで、うん、美味しいお酒飲みに行きましょう、ね、社長ありがとうございます、お待ちしております、皆様もね、おありがとうございました、もう生放送終わっちゃいますけども、はい、来週も、14日も14日もお届けしますので、うん、ぜひとも聞いてください、よろしくお願いします、お願いいたします、ということで以上、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオでした、来週も聞いてくれなきゃ、きんきんぴらぴら星に変わっておしおきよ、はい、ありがとうございます、が少しありますけども、うん、これ清高さんの夜、はい、懇親会行くときに、はい、前に、あ、俺今日レレッツさんの番組聞けねえって思ってた、脳にもうあのタイミングの、ね、タイミングがもうインプットされてたから、うん、来週聞きます、今日お休みだった、あ、今日休みだったんかいそうなんだ、今日休みだったんかい、じゃあいいやじゃあいいですね、火曜日にレレッツさんのオフ会やってました、はい、ビーチマン、何それ、ビーチパーティー、なんかこのアイドル的な活動、アイドル的な活動もしてるんですか、あ、歌も歌って、このあのツイキャスね、自分でツイッターで配信して、はい、それでいっぱいついてるんですよ、はぁ、もっとなんかすごい人がいるってラジオしてもらって、すごっ、何何者なの、全国にファンがいる、すごっ、パティシエの全国にファンがいる、そうそうそう、あのより気になってきたな。だから今回本土からのリスナーさん結構来てて、大変かさんだから半分は来れなかった。まあまあそう。はいはいはい。いやそれでもすごいな。何者なの本土に。あのそもそもの話なんですけど、うん、オフ会ってどういう意味ですか。まあだからそのなんか大体のニュアンスは分かるんですけど。ファンミーティング的なことでしょ。うん、このオフは何なの。これが本だから。これが俺たちのことで、なるほどね、またリスナーさんとも交えて、まあ、スイッチ的なの、はいはいはい、オフ的なオフ、ああじゃあなんかまた別のお顔でお会いしましょうみたいなってこと、まあいつもと同じかもしれない、もっとまたし、うん、あの親密にっていうか、はい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 、なんかちょっと軽く飲みながら喋りましょうみたいな、でやっぱり聞いてる方ってやっぱりそのまあその仕事されてる姿もいいんですけど、またその違った一面を見るっていう意味でもまあオフ会なんかこういう放送のやつとかじゃなくても、うん、なんかその掲示板とかのオフ会みたいなのとかあるっていうじゃないですか、はいはいはい、あれも掲示板がオンで、ああなるほどね、多分わかんないけど、じゃあ実際に会うのがオフなんだ、そうそうそう、オンじゃなくて、あ、同じ趣味の人が集まって、ね、みんなで遊ぶみたいな、じゃあなんかそういう、アニメのイベントとかで一緒になってるグループのオフ会って言ったらまた別の、別の、そっちアニメ側がオンで飲むのがオフってなってる、例えば、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオをみんな見てるから、はい、じゃあ今度何日ならどこの居酒屋に集まってねってやって、はい、でそこでみんなでワイワイやったらオフ会、ああちょっとやってみるか、そこで放送したらオン会になるってことですよね、オフ会の放送はオン会です、なのでレレッツさんがやってたやつはオン会です、実際火曜日放送してましたねじゃあオン会です、自分でツイキャスのようやってたオン会ですね、キャンさんちょろーいツッコミくらいですいいなぁ、でもどっかでご一緒したいですね、うん、金曜日いるってことなんで、普通にあのリスナーとして見に行こうよ、まあもうちょっと20秒しかないんですけども、はい、はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、今日格好なんかいいですね、なんか。あ、そうですか。まかどっかなんか行かれるんですか。いや行かない。外国。外国行かんない。はい、また来週。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
もうどんどん体重が増えてめっちゃきついっすね。だるさが。あー、まあ、だるくはなりますからね、はい、どうしても。なるほど。